それじゃ装備の。やつ。勝利が私を育てた。生も死も全てを分かち合う。司令官が訓示を行う。各員、それまで持ち場にて待機せよ。
こで我々はメタルギアの足に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。レイの前では世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではなくなる。我々海兵隊がこのメタルギアレイによって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。現在メタルギアのデータは先進国のみならず第三国のいわゆるあらずもの国家の手にまで渡っている。動くな。合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア開発に着手。この例が完成すれば空母の戦略的価値が下がるという声もある。海軍から反発があるのも事実である。エビエーターやハブマリーナー出身の海軍幹部が Metal Gear